どうもこんにちは、松井塾の松井です。国際連合の国際司法裁判所ということになります。国際司法裁判所とは一体何ですかということをしっかりと見といてほしいんですけれども、国際司法裁判所っていうのは A という国と B という国で揉めたとします。 A という国と B という国で、いやここの領土は俺のもんや、いやいやここの領土は俺のもんやというふうに、互いに2つの国が揉め合ったとした場合どうしますかということになったときに、戦争をしますだったら意味がないですよ。どっちの領土だっていうんで揉めたときに戦争しようかいいだろうって決着つけてやるぜっていうんだったら意味不明なわけです。いいですか？で、何をしたかっていうと、国際司法裁判所っていうところに、国際司法裁判所っていうところにお願いをするということになるんですね。で、国際司法裁判所で裁判の結果決着をつけましょうねと。いうことになるんですが、実はこの国際司法裁判所っていうのは非常に問題が多いんですよ。問題が多いのは、まず1回しか裁判ができませんよっていうのは、これがまず1つ目なんです。1回しか裁判ができないっていうのと、強制力を持たないということ。この2つ。そしてもう1つが何かっていうと、A の国が国際司法裁判所に訴え出たいです。B っていう国が嫌ですって言った場合に関しては、国際司法裁判所で裁判をすることができません。つまり何が言いたいかというと、A という国が国際司法裁判所で裁判を行いたいです。B という国も国際司法裁判所で裁判を行いたいですと言った場合においてしか、この国際司法裁判所が機能しないということになるんですね。これが国際司法裁判所ということになります。ただし1回しかできません。強制力がありません。これが大事なところです。強制力がありません。という厄介なところがあるので皆さんご注意ください。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。